あんたがフェイトをやったんだって。だったらどうなの。今日だけフェミニストは返上だ。お尻ペンペンじゃすまねえぜ。ワクワクするね。ラウンド1ファイト。吠えてばかりじゃ野良犬のままよ。あなたは運がいいわ。こんないい女に見取られていけるんだから。すぐ楽にしてやる。後悔しても知らんぞ。ラウンド1ファイト。吠えてばかりじゃ野良犬のままよ。そろそろお休みの時間よ。悪は許しません。私のすべてをお見せしましょう。ラウンド1ファイト。さあ行こうよ。甘かったわね。支援に来て。支援に来て。吠えてばかりじゃ野良犬のままよ。
あなたは運がいいわ。こんないい女に見とられていけるんだから。ハッ！ Come on! Get serious! Round one! Fight! ハッ！ 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 ヘイ！ハッ！ ハッ！ ヘイ！ハッ！ ハッ！ 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 ヘイ！ 失礼！吠えてばかりじゃ、野良犬のままよ。リアン・ネビル、デューク子愛の殺し屋だったな。違うわ、私はあの男の飼い猫なんかじゃない。どっちでもいいさ。フェイトをやったのはお前で、その指示を出したのはデュークだ。それとまた違うとでも言うつもりか。それこそどっちでもいい話じゃなくて。なんだと。退屈でまともに答える気も失せるわ。吠えるだけしか脳のない野良犬はさっさとスラムに帰りなさい。罰がいいよ。そうだな。お前が何と答えようと、私のやることに変わりはない。地獄でフェイトに詫びてこい。たとえ女だろうと容赦はしない。ラウンド1ファイト。フェイトのことは忘れなさい。運がなかったのよ。ふざけるな。卑怯な手でフェイトを。卑怯？どこが？フェイトだってデュークを暗殺しようとしていたんじゃないの？違う。フェイトは無駄な血が流れるのを避けるためにデュークと差しで話をつけようとしていただけだ。そうね。確かにフェイトはバカがつくぐらい正々堂々とした男だった。だから私も1対1でフェイトの相手をした。リュークも彼の部下も一切手を出してはいないわ。何？フェイトが望む正々堂々とした勝負で私が勝ち、彼が死んだ。ただそれだけのことよ。その結果に納得できないなら
怪我を治してまたかかってらっしゃい。今度こそフェイトのいるところへ送ってあげるから。無防備な背中だわ。私が声をかけずにいきなり仕掛けるとは考えないの？なぜ来た？あのまま姿を消してしまえば穏やかな一生を送れただろうに。穏やかででも後悔に彩られた一生をね。お前が私のパパとママを殺したあの日に私の生き方は決まったわ。復讐が全ての人生か。くだらんな。なら俺がお前を両親のもとに送り届けてやろう。結構よ。逆に私がお前を送り届けてあげるわ。お前のふるさと地獄へね。一発の口を叩くようになったものだな。ラウンド1ファイト。ここにいるぞ。
このままじゃ。Round one, fight.教えて。パパとママを殺した時になぜ私だけ命を助けたの？いつかこうして私に殺される日が来るとは考えなかったの？聞いてどうする？聞いてるのは私よ。答えなさい。妹がいた。妹？親も身寄りもなく、ただ俺には年の離れた妹だけがいた。もう20年も前に死んだのだ。まさか死んだ妹の代わりに私を助けたっていうの？笑うか、俺のセンチメンタル。病の妹を救ってくれると信じて組織に忠誠を誓ったこの俺を。ついさっきまで自分の手で息の根を止めようとしていた男の身を案じるか。誰？組織に忠誠を誓ったと言いながら最後の最後で裏切るとはな。確かに安っぽいセンチメンタリズム。笑うしかない。あなた、まさかアデスの？アデス、この星を覆う大いなる影だ。そのトップに立つ君ごときの前、そう簡単に姿を現すと思うかね。私はジバート、クシエルを滑る闇の爪ジバートマだ。クシエルのジバートマ。15年、君の両親の組織を殲滅するようデュークに命じたのは私だと言ったら君はどうする？お前が。ふん、怒りに冷静さを欠く暗殺者など何の役にも立たぬ。裏切り者もその裏切り者に生かされてきた君も、ここで私が消去してあげよう。クシエルの仕事は常に完全であらねばならない。死での旅路も二人ならば寂しくあるまい。ラウンド1ファイト。スタート。アタックダウン。
このままじゃ。Ah!
Genius.
消えた。何のつもりだ。さっさと俺にとどめを刺して逃げればいいもの。いろいろと聞きたいことがあるのよ。さっきの男のこと、クシエルのこと、それにアデスのこともね。アデスと戦うつもりか。本当の敵の後ろ姿が見えてきたのよ。ここでやめるつもりはないわ。ねえ、なんだ。私、あなたの妹にそんなに似てるの？いや、俺の妹はもっとおしとやかだった。よく言うわ。私をこんな風に育てたのはあなたでしょ。行くわ。アデスそのものがどれほどの組織なのか、それは俺にもわからん。ただその頂点にいるのは、あのジファートマすら及ばぬ力を持った何者かだ。それでも行くのか。あいにく黙って泣き寝入りできるほどおしとやかな女じゃないの。誰かさんの教育のおかげでね。